こんにちは。個性的な住宅をご紹介する、ゆっくり不動産です。ビルがかっこよかー。もはや山やないかい。ん？むむむ。は。この公園は、巨大透明テラスの家？お内見した時に歩いたあの公園じゃないですか。とお気づきの方がいらっしゃるかはわかりませんが、約1年ほど前。めっちゃガラス張り。なテラスの戸建てを内見したんですよね。で、なんとその後あの住宅に住み始めたという新オーナーさんからご連絡をいただき、ゆっくりさんが紹介していたあの物件を購入したものですが、よかったら見に来ませんか。すぐ行くけん。というわけで今回はなんと、過去に内見した物件にお住まいのオーナーさんのご自宅をルームツアーさせていただけることになりました。当チャンネルの視聴者さんからも、ゆっくり不動産が内見した物件に実際住んでる方の感想が聞きたいというコメントは以前からたくさんいただいており、個性的な物件の住み方に対する関心の高さに驚きました。普段から内見してはレイアウトや使い方の妄想はしているわけですが、個性的な住宅といえども結局それは箱なわけで、実際そこに住む方の趣味や生活スタイルによって千差万別な住まいが生まれると思うんですよね。というわけで今回はゆっくり不動産で紹介した住宅のその後をたどるという初の試み。全く同じ物件を内見するだけでも初めてなのに、これは楽しみすぎますよ。オーナーさんがあの巨大透明テラスをどのように使っているのか、早速確かめに行ってみましょう。というわけで着きました。なんということでしょう。外観の白と黒のコントラストはそのままに、以前は植栽が主役といった雰囲気でしたが、今回の改装で外光がしっかり使いやすく整備されていますね。こんにちは。あ、本日はよろしくお願いします。いやー、かなりすっきりしましたね。はい、購入の際に外観と室内をところどころリフォームしてみました。サボテンが可愛いか。どことなく南国風な花壇が素敵ですね。あ、ここは自分で DIY したんですよ。へえ、オーナーさんの DIY 力高すぎん。手入れしやすいドライガーデンにしました。なるほど。あ、カーポートも以前のままに健在のようです。さてさて、前回は空室の状態で内見に来たわけですが、なんといっても今回は実際にお住まいの住宅、オーナーさんの暮らし方に着目してルームツアーしていきたいと思います。むふふふふふ。ということでこちらが玄関。前回の資料によると、室内は115平米の 4LDK になっているようです。あ、今は 5LDK になっています。増えてるやないかい。お邪魔します。絶景テラス。きたー。まだよく見えんけど。内装が白基調になっていて、明るい雰囲気になっていますね。玄関が以前より広くなっているような気がしますが。そうなんです。前のオーナーさんが使われていた大きいシューズクローゼットを撤去して、玄関スペースを広く取りました。なるほど。コンパクトで視線が開けるし、しかもベンチとしても使えて便利ですね。で、反対側には階段下収納が残されていました。小物インテリアもおしゃれ。天井高。いやー、相変わらず郊外の戸建てのゆとりはすごいです。続いてこちらのいきなりテラスですが、なんじゃこやー、やってんなー。で、やっぱり外壁なのね。いやー、前回はここは室内なの屋外なのとパニックになったテラスでしたが、以前と変わらない超絶景な姿が健在でした。やってることだけはわかりますが、どのようにやってるかは後ほど詳しく見ていきましょう。こちらに2階への階段があって、奥には扉が3つありました。扉のデザインは以前と変わらないスタイル。まずはこちらから。トイレでした。トイレは取り替えて壁紙も張り替えました。なるほど。以前より明るくなってさらに清潔感が増している気がします。続いてこちらの扉は水回りでした。洗面下の収納が白で塗装されていて、床もしっかりリフォームされています。で、洗濯スペースはあの中にあるんでしたね。反対側の扉は収納になっているようです。今回は居住中のお宅なので開けるのは自重しておきましょう。続いてこちらのスケスケでない扉は、浴室でした。
バスタブの形の癖がすごいんじゃ。と前回も思いましたが、20年以上前は最先端だったであろうバスタブ、今見ても斬新さが光っています。ということで水回りは以上でしょうか。前回とレイアウトは変わっていませんが、ところどころリフォームされていて清潔感ある水回りになっていました。続いて奥の扉を開けてみましょう。以前内見した時は琉球畳が敷き詰められた和室でしたが、こちらは、なんということでしょう。あの和室がフローリング仕様の寝室へ大変身しているじゃないですか。壁のアクセントクロスも張り替えているようです。この部屋は眺望もいいので寝ながら夜景を楽しめるようヘッドボードのないベッドを配置しました。なるほど。ではその眺望は、あれはもしやなんとジェットスキーをやってんな。ここは高台に位置しているのですが、車で1時間も走れば博多湾に行けるんですよ。遊びが大人やねー、羨ましか。ところどころに和室テイストが残っている、この感じがたまりません。リフォームした親戚の家に遊びに行った時の羨ましい感覚が蘇りますよ。続いてこちらは、なんとテラスと驚いてみたものの、このテラスは建物に囲まれているのが特徴なんでした。ということで個室は以上でしょうか。危うくテラスを先に内見してしまいそうになりますが、順番通り行きましょう。続いて反対側のスペースですね。確か以前は築年数に応じた一般的なデザインの LDK になっていたはずです。ドアがスケスケなのは前回と同じスタイル。そしてほぼ見えておりますが、こちらはおお。リフォーム前のリビングとはまるで違った印象。白を基調としたリビングで、アッシュグレーのアクセントクロスがいい感じに生えてます。あそこもやってそう。あのウッドデッキテラスも後で見てみましょう。家具が少なめで広々してるし、しかも最高が最高で、こちらがキッチンですね。キッチンは十分使えたので新調せずそのままにしています。なるほど。手前に家電のスタメンが置かれていて、そのお隣には収納が設置されていますね。クローズドキッチンかと思いきや一部がくり抜かれたややオープンキッチンなのも健在。シンクは大きめで、そのお隣が作業スペース。一番奥が IH 式コンロになっていました。あ、オーブンもしっかりついていますね。で、お待たせしました。こちらが本日の皿洗いビュー、テレビでかくない。ということで、ややオープンキッチンは以上でしょうか。そうそう、全体的に家具や物が少なくてすっきりしているように感じるのですが、何か理由があるんでしょうか。一般的な家庭と比較すると確かに少ないかもしれませんが、まあ一人暮らしですしね。一人暮らしなんかい。 5LDK というと一般的には3世帯同居ができても不思議はないのですが、その広さにまさかのお一人で暮らされていたとは驚きです。続いてこちらの窓の外へ行ってみましょう。なんじゃこやー、やってんなー。見てください、福岡市を一望できるこの壮大な眺め。外観からは絶対に想像できないこのテラスは何度見ても驚愕ですよ。あちらにうっすら見えるのが博多湾ですね。ここから車でジェットスキーを牽引してマリンスポーツに没頭する生活、いや想像するだけで鼻血が出そうですよ。あ、鼻血を止めたいので少々お待ちください。空が青いなぁ。こちらにはリゾート風なテーブルセットが設置されていました。ここであんなことやこんなことしてチルするわけですね。これは前のオーナーさんが置いていかれたものをそのまま使わせていただいてます。なるほど。深みのある茶色が白いウッドデッキテラスにマッチしていますね。それにしてもこの眺望は羨ましすぎます。オーナーさん、一人暮らしなんですよね。住ませて、一緒に、ここでいいから。なるほど。ここで眺望を楽しんでいる時に雨が降ってきても、あそこに移動すればチル続行できちゃうじゃないですか。そして思い出しましたよ。前回、あの空間を、Atrium と呼んでいたことにね。ちなみにこのアトリウムは後付けで作ったのではないかと予想しているのですが、実際のところどうなんでしょう？おっしゃる通り、ここは後から増築した部分になりますね。ちゃんと登記もしたので今は個室という扱いになっています。
個室の概念土下なっとうと増築した部分だから外壁と同じ素材が使われていたんですね。結果的にものすごく面白い空間に仕上がっていると思います。しかしまさか個室扱いになっているとは予想できませんでした。というわけでいよいよアトリウムの中に入らせていただきましょう。いや個室には見えん。ハンギングチェアがやってんなぁ。でこのテーブルセットもやってんなぁ。ちょっと座らせていただきましょう。なんじゃこりゃぁ。ずっとここでブラブラしてたか。別の世界に行ってしまう前にこの辺で自重しておきましょう。ん？テレビの位置の癖がすごいんじゃ。もういろいろバグりすぎてて。ピエン超えてパオンですよ。ちなみにこちらからのビューはこんな感じ。すごいんじゃ。ここまでガラス張りだと快適性はいかがなんでしょうか。西日を抑えるためにガラス全面に UV 断熱フィルムを施工し、いつも快適に過ごせるようアトリウム内に大型エアコンを新たに設置しました。なるほど。外壁にエアコンがついているというのはよくよく考えると不思議な気がします。で、この純白のオーニングも日よけに一役買っているというわけですね。白と青のコントラストがめっちゃ素敵。この眺望を目の前にして、ここで朝食を食べたり、ワイン片手に星空を眺めたり、ただただぼーっとしたり、もう一生ここで暮らしたい。あ、そうそう、この下が確か床下収納になっていたんでした。ちょっと椅子を横に移動させていただいて。ほら、あったばい。床下収納というか、もはや地下室レベルなのですが、実際に何を収納しているんでしょうか。冬場に使う灯油を置いたりしていますね。いちいち外に出るのも寒いので冬場はここから取り出しています。めっちゃ便利。済ませて。実は福岡の冬場の平均気温は東京とほぼ変わらない寒さなんですよね。その分屋台で食べる熱々豚骨ラーメンが美味しいわけです。続いてこちらに階段がありますね。ウッドデッキにウッド階段という作りはまだ健在で、こちら側から床下収納に入れるようになっていたんでした。すみません、ちょっとだけやらせてください。というわけでこちらが玄関。室内は約4平米ほどの空間になっているようです。おお。こちらが寝るスペースで、あんなものやこんなものが収納できますね。で、あそこは屋根裏収納のようです。こちらはなんじゃこりゃ。ということで床下収納は以上でしょうか。めっちゃ木が生えとう。風が気持ちよか。いや、一人暮らしとは思えないほどしっかりメンテナンスされていることに驚きです。僕がここに住んだらジャングル地帯になってるだろうな。で、お次はこちらの小屋ですよ。前回は情熱の赤が印象的なホームジムになっていましたね。はい、ちょっと落ち着いた感じにリフォームしました。ちなみにこの小屋も登記したので今では個室扱いになっていますよ。個室へのこだわりがすごいんじゃ。4LDK から 5LDK に増えた秘密はこれでしたか。はい、ということでこちらが小屋改め個室の入り口。室内はリフォームされているとのことですが、なんということでしょう。あの個性バリバリだったレッドジムの姿から、木のぬくもりが感じられるナチュラルでシンプルなテイストに大変身。あの天窓も健在ですね。ここは前のオーナーさんもジムとして使われていて、その前の方は陶芸のアトリエとして使っていたようです。ふむふむ、確かにこうして離れのようになっていると趣味に没頭するスイッチが入りそうですね。キッチンもありです。週何回くらいトレーニングされているんですか。あ、今ピラティスに通っていてここは使っていないんです。すませて。いやでも近所の方に貸すという選択肢もありますからね。ジム以外にもネイルとかのプライベートサロンをやっても人気が出そう。ということで小屋改め個室は以上でしょうか。ちなみにここからの建物ビューはこんな感じ。こうやって見上げてみるともはやお隣さんの建物にしか見えないんですよね。いやー、今の季節がちょうどいいこともあってめっちゃ気持ちいいな。購入して1年くらい住んでいますが蚊に刺されたこともないんですよ。それはすごい。
そういえば、蚊は体が軽いので風が吹いている環境は苦手だと聞いたことがあります。この斜面地を見ると不安になるかもしれないのですが、実はこの敷地はハザードマップでも土砂災害地域から外れていて、地盤がしっかりしているんですよね。すごそれでいてこの眺望が確保できているのは驚愕の事態です。はい、反対側に到着しました。そういえばこの庭に植えられている木は梅の木なんだそうですね。はい、収穫時期には大量の梅が取れるので全て梅酒にしていますね。ほうほう、どのくらいの量になるんですか？40リットルくらいですね。いや、多すぎ。はい、敷地の一番下へとやってきました。もはや母屋が見えておりません。庭の一番下はシートがかぶさっていますね。いずれここにプールを設置したいと構想中なんです。へえ、ここにプール？はい、ジムの下が物置部屋になっていたのを覚えていますか？ああ、今見えてるこの扉の先ですね。はい、ここをサウナにしてそのままプールに飛び込めたらいいなと妄想しています。やろうとしてんな。うん、ここがサウナだと仮定してちょっとイメトレしてみようかしら。やろうとしてんな。丸見えやないかい、という意見もあるでしょうが、ここに柵を作れば意外と平気かもしれません。僕はフルオープン派ですけどね。ということで、そろそろ妄想の飽和状態が近づいてきました。落ち着くためにも一旦母屋に戻りましょう。はい、母屋に戻ってきました。いやー、何度見ても素晴らしい眺望ですね。ここから見る夕焼けは絶景ですよ。こんな感じですね。なんじゃこりゃー。博多が金色に輝いとう。で、個室も輝いとう。普段、日中しか内見することがないのですが、機会があったら、ここで一度夕日を眺めてみたくなっちゃいましたよ。ということで、まだ母屋の2階を見ていませんでしたね。前回の内見では、アトリウムと小屋に満足して、危うく帰ってしまうところでした。2階は一部間取りを変更したので個室が2つに減っています。ほうほう。どうなっているのか、早速見させていただきましょう。はい、到着しました。扉が3つありますね。まずはこちらから。トイレ2号でした。続いてこちらは。個室4号。これは、もしや、何？いや、なんとなくわかりますよ。なんか大きいやつを印刷したりカットしたりするやつじゃないですか。ここは私の仕事部屋として使っているんですよ。なるほど。で、前回ここには壁があったはずですが、2つの個室を大きな一部屋にしたんですね。はい、仕切りを取っ払って広々と使っています。それにしても仕事場からこの絶景が望めるのは羨ましい限りです。オーニングの上はこんな感じになっていたんですね。で、確か反対側にも個室があるんでしたね。あちらも見させていただきましょう。はい、こちらが最後の個室ですね。おお。リビングと同じくリフォームされていてめちゃめちゃ綺麗。バランスボールにヨガマットがあって、イボイボのマッサージローラーまであるじゃないですか。普通だったらリビングにマットを敷いてやるパターンが多いと思いますが、それ専用の部屋があるとはなんとも贅沢ですね。休憩用のテーブルセットも置かれていますね。続いてバルコニーもついてます。空が青いなぁ。床も青いなぁ。洗濯物はウッドデッキテラスでも十分干せちゃいますし、今はどのように使われているのでしょう？一人暮らしなので正直持て余していて今は使っていませんね。なるほど。逆に言えば余白のある生活を送れているということですし、気が向いた時にこのテーブルセットをバルコニーに出せば、新鮮な気分で過ごせるかもしれません。ということで以上が、巨大透明テラスの家、再び、の全容です。2回目の内見は初めての試みでしたが、なんとも新鮮な気分で内見できましたし、新たな驚きもありました。そのぐらい、この家やばすぎ、ということでしょう。オーナーさんのリフォームセンスの良さが光っていたのも印象的でしたね。オーナーさんの DIY で外光がスッキリしていたし、絶景テラスの家具配置はやってんなぁ、だったし、
物置部屋をサウナにしてプールを設置するという構想はやろうとしてんな、だったし。住む人によって姿形を変える住宅の面白さを改めて知ることができました。今後も機会があったら、ゆっくり不動産で内見した物件にお住まいの方のルームツアーをやってみたいな。個人的には、狭小物件を借りた方の暮らしが気になったりしています。ルームツアー可能な視聴者さんがいらっしゃいましたら、DM いただけたら幸いです。今回ご協力いただきましたオーナーさん、本当にありがとうございました。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。シェーン、ケーン、ボーン。うふふふふ。チャンネル登録してね。してね。Twitter やってるの知っとうと？フォローしたと？そうね。ありがとねー。